何か一発チャンスを狙うんじゃなくて日々コツコツやっていきます。コーチング、朝活、筋トレ、減量、全部一緒。コツコツ、何者でもない男が何者かになろうと頑張ってますので。いつも夜中は娘が起きるんですが、今娘が覚醒して遊んでるらしいのでちょっと顔を出しに行きます。ヒットが終わりました。なんと動画が途中で切れちゃってました。残念。でも本気でやったんで信じてください。今日はコーチング1本あったんですが、リスケになっちゃいました。なんで今日0本ですね。ウィーワークまで行くのにちょっと時間かかるんで、近くの喫茶店で今日は事務作業していきたいなと思います。カフェが7時なのを思い出しました。あんまり早起きしすぎるとこういうことがありますね。ちょっと30分ぐらいグダグダします。仕事終わりました。暑いな。じゃあスーパー行って帰ります。油の乗ってるカツオ買ってきました。食べます。いただきます。最高カツオ。今日ですね、特に予定がなかったので家でダラダラしようと思ってテレビを見てたんですけども、1時間ぐらい見たら疲れてきちゃいました。逆に。なのでこれからジムに行ってちょっと有酸素運動をやりたいと思います。有酸素で700カロリーぐらい消費してきました。頑張ります。何そういうカレーパンみたいな名前ってこと。このパン自体が寝る前にサプリ飲みます。マルチビタミン眠れるやつ呼ぶよ。8時20分から朝活コミュニティ早寝があるので、寝る準備をしていきたいと思います。やばい、そろそろ強制行かなきゃ。これから朝活コミュニティ早寝を始めていきたいと思います。昨日は3名、今日は何名いらっしゃるでしょうか。今日も楽しい一日でした。で、早寝なんですけども、なんと5人の方に集まっていただきました。ありがとうございます。ちょっとなんかだいぶ人が集まって安定してきて早寝楽しくなってきました。皆さんも早く寝ることに興味がある方はぜひ概要欄からご応募ください。だいたい平均で皆さん4時から5時の間に起きてます。ちょっと信じられない集団ですけども、朝に人生を進めていくために早寝をするという好循環を作っていきたいと思います。それでは僕も早寝します。おやすみなさい。おはようございます。ちょっと体がバキバキで疲れてるので、今日は朝ヒットじゃなくて散歩します。7時から363本目のコーチングです。頑張ります。自己分析をしていきます。ご飯食べて眠くなりそうなので有酸素に行きたいと思います。
有酸素後の水シャワーが最高に好きです。皆さんも水シャワーやってみてください。5時からパーソナルトレーニング予約してたんですけども、ちょっと娘の体調が良くないので小児科に行きました。僕は車で待ってるので読書してたいと思います。最高の有酸素運動のバスケに行きたいと思います。バスケ終わりました。めちゃくちゃ疲れた。この後30分後に早寝があるので急いで帰ります。帰ってきました。早寝まで残り12分、急いでシャワー浴びたいと思います。なんとか間に合いました。これから早寝をしていきます。今日も楽しい一日でした。明日もコーチングが2本あるので早寝していきたいと思います。おやすみなさい。筋トレ朝の部が終わりましたので帰ります。もう目がギンギンですね。6時30分からコーチング366本目です。体験セッション頑張ります。8時30分から367本目のコーチングです。頑張ります。よし、これからちょっとコーチングの勉強していきたいと思います。で、勉強方法としてはちょっと面白い取り組みがあってですね、今日 YouTube でいろんなコーチが集まってこうコーチングを提供して誰が一番上手かっていうのを決める C1 グランプリっていうのがやってるそうなので、それを2時から5時までですね、6人のコーチかな、コーチングを提供するみたいなので、ぜひちょっと視聴させていただいて勉強していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はですね、仕事で忙しくしてしまって夜に有酸素運動できる時間がないので、ちょっとスーパーに有酸素運動がてら歩いていきたいと思います。今日はですね、トレーナーの方から炭水化物をいっぱい食べていいっていうことを言われましたので、夜パスタを作っていきたいと思います。イエイ。完成しました。いただきます。うまそう。これから朝活コミュニティ早めのメンバーとちょっと打ち合わせをしていきたいと思います。今週も楽しい1週間でした。明日も楽しい1日、そして楽しい1週間、楽しい人生にするために、今やるべきことをコツコツやって理想の自分に近づいていきたいと思います。まあ、いきなり人が変わるっていうのは難しいと僕は思ってるので、何か一発チャンスを狙うんじゃなくて日々コツコツやっていきます。コーチング、朝活、筋トレ、減量、全部一緒。コツコツ、何者でもない男が何者かになろうと頑張ってますので、皆さんも一緒に頑張っていきましょう。それではおやすみなさい。